こんにちは、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。ということで、おそらく本当に最後のフェス、スーパーマリオコラボのフェスで、キノコ派かスーパースター派、スーパースター派かみたいなフェスをね、48時間やってたんですけど、まあそのフェスも終わり、これがね、おそらく最後のフェス結果の発表になるんじゃないでしょうかね。まあ見ていきましょう。いざ、ステージ発表の前に、臨時ニュースよろしく。え、あれ、何でしたっけ？で、今回ね、正直、キノコ派が勝ったんじゃないかなと思います。僕はスーパースター派に入れたんですけど、強かったもん、キノコ派。だって、やっててね、わ、キノコ派強えって思いながら結構やってましたね。でも、投票率はスーパースター派の方が多いと思います。フェスの結果が出たよ。おう。まずはどっちのチームが多く投票されたか、得票率の勝負、ドキドキ。ドゥルルルル、デケ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 。で、おー、やっぱりね、投票率多すぎない？だいたいさ、こんな差つくことってあんましないよね。だって1万人いたとして、ほとんど7000人弱、1万人中の7000人弱がスーパースター派に入れてるっていうことだよね。いや、多すぎるだろう。10万人いたら7万人入れてるってことだから。多すぎないか、ちょっと。でね、本当にね、スーパースター派同士で戦うことがめちゃくちゃ多かったんですよね。逆にスーパーキノコは快適に今回フェス楽しめたんじゃないかな。やっぱ少数精鋭なんだよね。いや、少ない方っていつも強い気がするんだよな。少数精鋭ですわ。ん？あ、そう来たか。うんうん、こうなったんですね。よし、次行くぞ、次。そうですね、次も大切です。どっちがフェスを盛り上げたか、貢献度の発表、レギュラーとチャレンジ、いっぺんに行くぞ。え、いっぺんですか？うー、緊張する。まあ、多分キノコ勝ってんじゃないかな。でれれれれ、でけ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 。でんしかも結構な大差だぞ。これ。だいたいいつも、勝率って、まあ、貢献度だけど、49% とか、51% とか、めちゃくちゃ僅差で、なるんだよね。50.何%とか。これ53% とか 54% でキノコ勝ってるってことは、割と、圧倒的にキノコ勝ってるってことだな。マジか。マジかよ。ここまで来たら最後あれしよう、最終結果ですね。その通り。つうわけで今回のフェスを制したチームはごっくり。うわー、負けたースーパーキノコ、うん、あと少しだったのに。スーパーキノコ派のみんな、ありがとう。スーパーのバトル生かしてたぜ。スーパースター派の皆さんもとても頑張ってましたよ。やっぱフェスは最高だな。はい、楽しかったですね。でも私が最強無敵の DJ を名乗るにはまだまだだなって痛感しちゃいました。いや、最強無敵だよ。飯田ちゃんは最強無敵。そして、天使、かわいい。たくよ、フェスの結果で落ち込むなよ。うん、落ち込むなよ。飯田は最強なんて目指す必要ねえよ。お、いいこと言うのか？姫ちゃんがいいこと言うのか？え？飯田は私にとって最高の DJ なんだ。最高のやつと一緒なら最強なんて目じゃねえよ。うおーこれよく言うやつね最強じゃなくても最高だぜ。うん、ナンバーワンじゃなくてもオンリーワンになれっちゅうみたいな話ですな。知らんけど。姫先輩、私泣いてる飯田ちゃん泣いちゃった。あー、すぐ泣く。おい、カメラ、そう、私に向けても、まあカメラ分かってるな。ありがとうございます。私もっともっと頑張ります。頑張ってくれ。でもな、飯田、私にとって最高であり続けるっていうのは最強になるより難しいぜ。ただ飯田が最高のトラックを作る限り、私も最高のラップで答え続けっからよ。はい。あ、でもそうなると、じゃあ私が姫先輩にとって最高の DJ じゃなくなったらどうなるんですか？は、全国のちびっ子たちでもわかるようなこと聞くんじゃねえよ。
その時はまた二人で一緒に最高を目指す。それだけだろ。わあ、姫先輩がめちゃくちゃいい先輩してる。こんな先輩欲しかったな。また泣くぞこれ。また泣いちゃうぞ。もう泣くなよ。えへへ、よし、イカストラックガンガン作りますよ。お、ぶちかましていこうぜ。あ、フェスに参加した人は広場でスーパーサザエもらえるってよ。これからもテンタクルズをよろしくお願いします。ということでね、はい、ということで、まあ負けてしまったんですけどね、楽しかったねフェス。皆さんどうでした？今回はなんかミステリーゾーンが4種類ぐらい用意されてたらしいんだけど、僕がやる時間さ、トジトジか姫ちゃんのキャノンしかやってなかったんだよね。だから僕その2つしか経験してないです。他2つなんだっけ、コロガリウムとジャンプか、なんだっけ、ビヨンビヨンするやつ。あのトランポリンみたいなところだったっけな、まあ、僕その2つどっちもやってないのでなんともなんですけど、まあ、トジトジは前のフェスでもやってたから、卵かニワトリかフェスみたいなのでもやってたから、まあ、あんまりだったんだけど、姫ちゃんのキャノンは結構面白かったね。大砲でなんか敵を倒す快感とかもねありましたからね。僕は割と姫ちゃんのキャノン今回のフェスでちょっと好きだなって思った。でもなんか姫ちゃんのキャノンが出た当初、最初のね時はなんか割とクソ捨てじゃないかみたいな感じで言われてるような気がしますね。というわけでフェスも開けたことなのでね、ガチマッチやっていきましょう。ほい、それではやっていきましょう。今回のフェスはなんか両チーム、各チームの100血以内に入った人から、あ、全員か。100血以内に入ると、なんかスーパーマリオのコラボした記念メダルがね、もらえるらしいんですけど、皆さんは100血目指したんでしょうか？僕は、僕はね、あんまりもう、フェスの時は、ね、ちょっとあんまり、レートとか気にして、さ、勝ちにこだわりたくないから、イライラしちゃうよね、やっぱり、レートとか。ついて勝たなきゃいけないって思うと、のでもう最初からねレギュラーしか潜ってませんでした。まあ僕がね本気出せば100血にはまあ入れるんだろうけど、まあでも僕がねこの100血を遠慮したことによって、一つ枠が、スーパースター派のね枠が一つ空いて、その分ね誰かがね百血に入れたんじゃないかな。いや嘘ですけどね、普通に僕が頑張ったところで多分結局入れないと思うから、百血は。なんでそこまでねうぬぼれてないよ僕に。ずっとなんかスプラトゥーンを練習してきてだったらわかるけど、まあそんなにスプラトゥーンやってない人がちょろっとやったぐらいで百血入れるような甘いゲームじゃないもんなっていうのちゃんと分かってるから、もうね潜んなかった今回も。うわギリギリ、あくそ、あと一発です。ナイス、伏せ弾積んでたよね。いた。ナイス。飛ばせて。いた。もう何もできないんだけどこれ。相手立体いるのきつすぎる。ナイス。
長いからさ、相手リッタープライムロングっているじゃん。なんもできません。いや、これ時間稼げるか僕これ。いいんだもう食いも嫌いすぎる。ナイス、あ、クラッシュブラスターがテオリーになるな。矢倉防衛の時のクラッシュブラスター敵にいたらめっちゃうざいもんな。ナイス、シグマはやってくそー、なんで、もうリッターとガチャガチャやってる場合じゃないんだよな。よいしょ、ねえ、ナイス、カウント進まねえこれ。最後ナイス玉貯めておきたい。今もう完全にアーマーついてましたけどすいません、距離感を見誤ったな、これは完全に。乗って、ナイス、あぶねあぶねあぶねいやでもね、まあまあまあ、正直僕の動きはやばかったな、これは。最後のあのキル取れてなかったら僕もう怒られてましたよ、完全に。というわけで今回はね、フェス結果でした。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。